おや、こんな時に私のところ。古本、何か用があるのですか？もちろんです。環境も設備も最上級のもの、実に快適な住まいです。それどころか快適すぎて帰った後の落差が。え、嫌です。本気で言ってるんですか？ただで住まわせてもらっている以上文句は言いません。では私もいろいろ考えてあなたにメリットを与えましょう。そうすればお互い貸し借りなしですね。もちろんです。例えば消費期限が間近に迫った食材でも適切な調理方法で調理すればコストパフォーマンスの高い食事ができます。ほとんどのお店は毎月割引セールを行うので、その時に乾物などを買いだめしておくといいです。それらを主食にすればお腹いっぱいになれる食事ができますよ。それと自分で加工して作った肉製品はお店で買う既製食品より安く済みます。ふふん、試してみれば全部使えるものだというのが分かります。あなたがそれを学んだ後に世界の真相に隠された謎をたくさん教えてあげましょう。おや、こんな時に私のところを訪ねてくるなんて意外。古本、何かよ。いいですよ、今は気分がいいので。そうでしたか、私は博識ですよ。で、しかし先生方面の知識はきちんと解説するにはいっそのこと日常生活の中で使える実用的な知識。例えば消費期限が間近に。ほとんどのお店は、ま、それと自分で加工して作ったに、そのまとめ方は失礼です。これらは全て人生の修行において重要な一部だ。どうやら